下関で活躍している地元を愛する人たちをご紹介するトーク番組「素敵な下関人」を山下真由美がご紹介それでは行ってみよう「下関人図鑑 JCOM からお届け下関人図鑑」 素晴らしいです <laughs> この番組は下関で元気に活躍している下関人にゲストとしてお越しいただきましてお送りしていますトーク番組下関人図鑑です今回のゲストをご紹介しましょうこちらです NPO 法人城下町アクティブクリエイティブクラブの理事で代表のババカナコさんですはいババですよろしくお願いしますよろしくお願いします進行役は山下真由美です さあ今回はですね、はい、あのこちら、はいえー、調布 IB スクエアにお邪魔しているわけなんですが、はいはい、この場所はどういった場所なんですか I.B. ってつけたんですけれども、はい、これはインフォメーションベースの略で、情報の発信基地、広<ー>発信できるような場所にしたいなという思いで、<ー>で、あのスクエアが広場なので、あのみんなが集えるようなうそういう場所になればいいなという思いで名付けました。あのもうすぐ調布商店街の近く、ね、そうですね。はい、もう立ち寄りやすいところですけどね。ねはい、なるほど。ここ拠点にまあ,、うん、あの活動されてるということですね。はい。してますはい 新型コロナウイルスの対応で、はいえー、アクリル板を真ん中に置いて撮影させていただきます、うん、さあそれではですね今回のトークテーマをご紹介しましょうこちらですじゃん、うん、鹿児島から憧れの東京へ2つ目恩返しの調布コーディネーターそして3番目は調布の地域愛を育んでこの3本柱でお送りしてまいりますはい。それでは1つ目ですね鹿児島から 憧れの東京へというテーマなんですけれども、はい、ということは馬場さんのご出身は、はい、鹿児島ににななるんんでですねへーそう鹿、ねはい、鹿児児島島もなんかどのエリアに、えっと、鹿児島市内の,、はい、あの南の方ですね<ー>どちらかというと実家が幼稚園を経営してまして祖父<ー>、えっと、の代からやってるんですけれども、はい、その後母が引き継いでやってました。なるほど、はいえっと 兄弟とかいらっしゃったんです？いや、私は一人っ子なんです。はあ、なるほど。でお家が幼稚園でしょ？ということは何ですかね。お家に帰ったらなんかこうちびっ子たちがいっぱいいる感じですか？そうですね。子供たちもよく遊んでましたし、私の遊び場がもう幼稚園の園庭ですね。兄弟いらっしゃらないけど、なんだか兄弟がいっぱいいるみたいな感じですね。であのちっちゃい頃はお兄ちゃんお姉ちゃんたちに遊んでもらってましたし、うんすごいはい。 賑やかですよねやか。はい。へえ、あの子供の頃もですね、お写真ありますよ。はい。こちらです。はい。ジャングルジムに乗ってる写真ですね。<laughs> <laughs> これをいくつぐらいですか。えっと、小学校の一年か二年だと思うんですけれども。えー、はい。一年生二年生にしてはちょっと背が 結構高い方じゃないですか。そうですね。学校でもずっと大きい方です。あそうですか。どんな子供さんでしたこのち。とにかくまあ元気すぎる。ちょっとまあすぎるぐらいでした。はい、活発な子だったと思います。そうなんですね。はい、なるほど。スポーツとかじゃあ高校生ぐらいでされそうなんですよね。はい。何をされたんですか。バレーボールを。バレーボール。その頃アタックナンバーワンのドラマにや漫画にハマりまして。 アニメにハマって、その後サインはブイ。あ <laughs> 世代がバレてしまいますけど。<あ> <laughs> いや、でも、私もアタックナンバーワン見てます。<あ>はい。私も憧れて、バレー部に入った口です。あ、そう。いいですよね。どんな、こう、将来を描いていらっしゃったんですかね、その頃は。いや、漠然と、何かしたいっていうわけではなかったですけれども。あの、東京に出てみたいなっていう。やっぱり、テレビで見る憧れの世界。 ということで、まあ好奇心もいろいろありつつ、うん、じゃあ大学が東京だったんですか？はい、東京です。はい。大学どちらですか？うん、えっと、西京大学に入りました。うん、なるほど。うん、でちなみにその大学でもバレーボール。もうバレーボールやって。で <laughs> 結構バレー結構がっちりされた。そうですね。まあ大会系の部活動だったので、でね、まあ。 学業もやりつつ、部活をやりつつ <laughs> と言いながらでもお友達にも恵まれて、ね、結構旅行とか行ってましたし、ね、その頃ちょうど東京ディズニーランドができた頃なんですねだからよくディズニーランドの方にも遊びに、えー 行ってました。そうですか、結構楽しい。そうですね。炎上してましたね。じゃ、あその流れでやっぱり楽しい東京で就職。就職。そうなんですよ。どういったお仕事ですか。リクルートに。入社しまして。大手さんですね。あの就職情報誌。を作ってましたので、そこの営業。ああ、そうですか。いろんな会社を訪問して、まあ、あの採用のお手伝い。ができるということで、まあ、割と。 その当時流行ってたやりがい感じつつごい仕事してました。リクルートさんではどれぐらいされたんですか？えと約三年ぐらいですね。じ辞められたのは何がきっかけあのちょうどあの勤めてる頃に主人とあらなるほど東京で知り合いましてで主人がたまたま海外赴任をすることになっ 大変健康結構転勤族さんだったそうですねでえっとそれに合わせてまあアメリカについていくということで退職してじゃもういきなり結婚してアメリカアメリカの生活だったんですすごいですねえアメリカの生活英語とか喋ってたんですかどういうことですかちょっと無言になってしまいましたけどでもまあ住んでた時は住んでた時はそうなんですえその婚の写真これです うん、んこ,のこちらのリー先生ってリーさんっていう方なんですけれどもこの方に英語の個人レッスンを受けてましてであの英語だけではなくて生活面でもいろいろなアドバイスをしてくださってもうアメリカのお母さんみたいなそうですかそして一番端っこにいらっしゃるのがたまたま両親がアメリカに遊びに来てた時の写真です素敵なお写真ですけれどもねアメリカどれぐらいいらっしゃったんですか 妊娠して出産を機に帰ってきてうんだからちょっと主人と離れ離れになったんで出産は実家に帰って鹿児島に帰られたんですねなるほどあの下関はいつ来たんですかねえと子供が年長さんの時まあ私が年齢的にえ。 三十六歳ですかね。主人の転勤で。あじゃ下関にも事業所がある。そうですね。会社さんですよね。なるほどなるほど。はい下関に来た時の写真こちらですけど、鉱山寺の前ですよね。高山寺の前です。息子さんですか。そうです。じゃ最初下関に転勤してきて調布だったってことですか。そうですそうです。はい。どうですか印象どうでしたか。よかったですね。っいうかあのちょうどだから大河ドラマのモール元成を。 やっててでまあここ高山寺なんですけどここも舞台の一つになってたんですよね、うん、そうですよね、うん、でまたその他にもねいろんなあの史跡があることをしてうん、うん、で長府の景観ってダングワを含めてまあフレッシュ字とかすごく景観もいいじゃないですかでもまあすっかり調布のトリコにな<ー>魅力に惹かれたっいうそうですねそんな下関の魅力にちょっと惹かれてきた。うん ところで次のテーマにいきます、はい、こちらです <laughs> 恩返しの勝負コーディネーターはいそういうことですけれどもね、うん、やっぱ知り合いは少ないとかいないですよねそこら辺はどうでしたかまあでも幸いに子供がいたので、うん、子供の関係で幼稚園とか小学校で、はいうん、まああの友達を作るにはということで、うん、あの PTA の役員を引き受け、うん あの、うん、だいた大体んか大概ねあのー、やっぱり忙しいお仕事とかいろんなことしながらの PTA ってやっぱりなかなかまあでも仕事もしてませんでしたし、うん、まあそういう意味ではあのいろんな知り合いを作る意味では、うん、で子をもう一人息子なので,、うん、で子供のいろんな情報を知りたいなっていうのもあって、うん、あ実際やってみて PTA のお仕事というか活動はいかがでしたか そですかえー、いろんな方と知り合いましたし<ー>いろんな年齢の方もいらっしゃるんですはい。だからいろんなアドバイスも頂けたし良か,かったですね<ー>小学校中学校高校も,もあ高,校高校までやったんですけど、ね、<ー>まあ高校はあんまり自分とには関係ないですけどえでもずっと PTA の役員でしたね。 調布の人だからみたいな暖かさとかもあったりしました、うん、どうですかね地域性みたいなのそう,そうですねまああの皆さん優しいう,ん,うん。で面倒見がいい方が多いような印象を受けましたそうですか困ってたら助けてくれるねえなんかこう、うん、調布の方じゃないからんなんかこうやっぱりいろいろ 地元のことも知ってほしいって思われたかもしれないしね仲間に入れていいよねっていうのもねいいですねお子さんがやっぱり卒業すれば PTA のお仕事活動もなくなるというかねそうなるとその後はどんなこか、えっと PTA の,の活動ちょうど中学校を子どもが卒業して1年経ってからかなあの調布地区学校支援地域本部事業っていうあの文部科学省の事業が始まったんです。で、あのそれは 地域で地域と学校が連携をして子どもを育てましょうという授業でまあ地域の方たちをどんどん学校の教育現場の中に入れていこうという取り組みなんですけれどもそれのコーディネーターだから地域と学校を結ぶコーディネーターをあの誰かいないかということで探しててで白羽の矢が当たって引き受けたんですよね。 だからババさんはイメージしにくいんですけどどういうことを学校にいろいろ昔遊びの時には例えば婦人会の方とかそういう方にお手伝いをしてもらいたいよねっていう先生方っていうのは結局調布の中に住んでるわけではないのでそういうことを探す時にいろんなやっぱり地域の人間が探した方が で先生方が子どもと向き合う時間を増やしてほしいということでうまあそういうあの学習支援ですとか環境支援とか<ー>いろんなあの新入生の下校見守り<ー>なんとかもやってましたはははははじゃあ,まあ学校と地域のつなぎ役みたいな、うん、そうですねパイプ役です、ねね、そういう活動とかをいろいろされたということで、うんはい、でそれが評価されてそうなんです賞受賞されたっていうことで隣、はい、に。はい 症状があるんですけど、これがまた結構あの大きいんですけど、すごい大きい症状これがですね、文部科学大臣表彰いただきまして東京までもらいに行ってきました。え、全国からその選ばれたということですか。すごいじゃないですか。そうですよね。いやもう本当にね皆さんが一生懸命やっぱり子どもたちのためにと言って取り組んでくださったので、その成果で。 代表でもらってきます。えこれいつですか？平成23年ですね。事業が始まったのが平成20年だったので、なるほどなるほど。は3年間の活動が評価されて、おお素晴らしい。これはちょっと誇りですよね。そうですね。嬉しいですね。嬉い。励みになるということで、最後はこちら。調布の地域愛を育んで、はいはいおっと出ましたけれどもね。さああのいろんなあの PTA から始まって。 活動に調布の活動にどんどん参加していく馬場さんですけれども、はい、もうあのお名刺いただいた時にいろんな肩書きがあってびっくりしました。うんあっ <laughs> ここでちょっとどんな活動をしてるかっていうかあのグループ名といいますか団体名をご紹てくださいいですかさっきから,から出ている城下町アクティブクリエイティブクラブをやってますしまたあの調布地区ふるさと先ほどの学校支援地域本部事業が名前が変わって、うんはい、調布地区ふるさと教育ネットっていうふうに変わったんですけれどもそちらのコーディネーター。 やっぱり学校と地域もすぐコーディネーターをしておりますし。あと、あの調布地区まちづくり協議会の方の事務局長をしておりますし。あと、調布青少年歩道員とかいろいろ。調布中学校豊浦小学校。そうですね。これ、シーエス。あの、コミュニティスクール。はい。コミュニティスクールのコーディネーター。はい。調布調布調布って調布に関わるあらゆることを、なんか。 ね担当されてますけれどもどうですか、うん、忙しくないですか。そうですね。忙しいといえば忙しいですけど。<laughs> で,もあのでも楽しいといえば楽しいですね。そうですか。うん、なんかこういろいろちょっとこうグループグループで重なる部分もやってることとしてはあるんじゃないかと思うので。そこら辺の戸惑いとかはないですか。 いやだけどあのそういう連携があるからこそいろんな活動があのいろんなこともできてると思うのでなるほどそれを生かしつつということでしょうね特にですね今回あのご紹介させていただいてます NPO 法人城下町アクティブクリエイティブクラブの通称ジャック通称ジャックですジャックジャックの方の活動ちょっと掘り下げたいんですけどジャックの仲間たちはどういった活動 そうですねあの地域イベントの企画とか運営をする、まあ、お手伝いも含めましてそういう地域貢献活動とあとあのこの今拠点のこの場所で文化講座を開いたりとか、はい、あの人が集えるような取り組みをしたりとかあ,あとあの音楽活動音楽のコンサートをーかいあの地域の子どもたちが出るコンサートを開催したりとかなるほどですね、はい、そういうことをやっています。 イベントもあのいろいろあるんですよねそうですねまあ自分たちがやるイベントもありますし、はい、あと地域がやってるイベントのお手伝いにも積極的に関わるようにしててこちらはあの商店街で行われる調子商店街で行われる土曜用市ありますねの様子でそこでお手伝いをしている。夏よくやってますよね、はい、であと、ね、去年これ 開催されたそそううでですすなんよ城下町フェスあと串崎城ということであの素敵な関見台公園ってあクジラのクジラ館があるところなんですけれどもそこを使ったイベントが何かできないかなってずっと思ってたんですけどね。でそこでちょっとコロナ禍だったんですけれどもちょっと工夫をしながらですね。 あの入り口に、石菖蒲石菖蒲って、あの超らしくていいじゃい、いろんな。<ょ>名前をかい、記入していただいた後検温をしてっていう。<laughs> はい。いや、ちょっとね、うん、開催者側もなかなか。リスキーというか。そうですね。まあ、ちょっと。だったんですけど、まあ、でも、あの。うん 豊田小学校の子どもたちが歌を歌ってくれたりとかあと、豊良高校の生徒が演奏してくれたりですとかすごく楽しいイベントができたと思います、うん。すごいあの、はい、きっと コロナ禍だからやり方もいろいろ考えなきゃいけないけど、うん、でもそんな感じもうどうやったらできるかなっていう前向きな感じで,で,、ねでね、だあの仲間の一人がね、はいあの「自粛は大事だけど、うん、萎縮するのはやめようね」っていう言葉があったのでちょっといただきます。<laughs> まあ、ジャックは 一応女性中心なんですね。メンバーさん。ですね。でも男性もいます。いるんですね。あのちょっとあのシレット着てらっしゃるウィンドブレーカーちょっとピンクのライン入ってるからやっぱ女性らしさがちょっとそうなんですね。入ってるのかな。ジャックピンク。はい。本当背中にジャックって書いてあるんですけちょっと今ちょっとですね。残念ですけど。でもあのそこら辺でみんなさんで同じこうおれの上を着ながら活動しているのがやっぱり。 目に浮かびますし、仲いいだろうなっていう、ねはい、そうですね。本当に仲いいですね。あのどうでしょうね。こう今後なんですけれども、はい。 やっぱりこういうコロナ禍ですしさっき言われたみたいに、うん、開催するには難しいイベントだったりとか、うん、ね街の取り組みとかあるかもしれないんですけどどんな風に描いていらっしゃいますかます、ね、これから、まあ、あの調布私がね調布を好きになったように、うん、たくさんの方にやっぱり調布を知ってもらって、うん、調布の魅力を分かってもらいたいやっぱりそういうためにはいろんな情報発信も大事だと思うし私たちがそれぞれ 地域イベントとか、いろんなことをやることによって、まあ地域を活性化して。そういうお手伝いができたらなと思います。何よりも、子供たちが調布のことを好きになって、誇りに持ってもらいたいっていう。うそうですね。はい、その、あの、今の子供たちは感じているようですか調布の自分の街の魅力っていうのは。そうですね。やっぱりいろいろ、あの、学校の授業の中でも、そういう取り組みもありますし。また、ね、で、イベント、ああいう、先ほどのご紹介あった土曜夜市とか、ああいうところにイベントに出て。 もらうことによって、やっぱり子どもたちにとってもね、すごく楽しいお祭りですし、ねうん。そうですね、うん。そういうことで育まれていくのかなと。調布の中でも、小中高とか、学校の、あの垣根を超えた交流とか生、そういうのも、それはよくあります。例えば、どんなことで交流しているそうですか。えっと、あ、これは、まちづくり協議会の取り組みなんですけど、<ー>調布の寺子屋っていうのが。あるんですよね。<ー>あ,あの、そしたら、あの、その。学校の先生たちが、地域の方に。 こう授業をしてくださるとかそういうこともやってますし今度は豊洲の豊洲高校の生徒があの小学校とか中学校の生徒に調布で豊田高校っていったらもうバスケのイメージですけどバスケの授業やったりとかあとあの陸上あ陸上とかもあとウエイトリフティングじゃなくてと違ったあれでしょ レスリング。レスリング。そうそう。レスリング。うん。わあ。で、また調布高校の方もなぎなたを教えて。はい。なぎなたありますね。そういう取り組みをしてますので。なんか、あの、大人顔負けですね。生徒さんたちも交流して。そうなんですよ。すごく。なんか、両方にとって刺激になる。みたいですね。そうでなんか、すごい生き生きしてる調布が。本当、素晴らしいと、今、思いました。ねだから、もうちょっと、そういうことを。 いろんな方に知ってもらうように。そうですね。はい、ことをやっていきたいですね。もっと魅力を知ってもらえるような。活動を、はい。うん、期待しております。ので頑張ってください。はい、<laughs> はい。ということで、今回の下関人図鑑。はい、ええー、npo 法人城下町アクティブクリエイティブクラブの馬場加奈子さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。